皆さんこんばんは。万人の J チャンネルの時間になりました。今日も工藤さんとお話をしていきます。工藤さん、私です、自己紹介ですね。万代宝商坊の釣部仁人でございます。よろしくお願いいたします。では工藤さん、簡単な自己紹介お願いします。はい、音楽事務所をやりながら稽古昇魂塾という哲学の習塾をやっております工藤でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと一緒に深めたいというか、分からないので、お聞きしたいし、はい、じゃあ工藤さん自身が分かってるかというと、すごく難しく深くデリケートな問題なんですけど、工藤さんのあくまでも個人的意見という部分でね、立場がありますから、倫理法人会のね、スーパーバイザーやってるとかそういうことではなく、工藤直彦個人としてこんな視点があるな、こんな視点があるなっていうことをお聞きできればなと思います。実はテーマはですね、この新聞の、これなんですね。いつだろう、15日の日に判決が出たと、婚姻 の同性婚を認めてもいいんじゃないかというような判決が出たと書いてある、札幌地裁、高裁ですね。高裁レベルで初めて出てて、で時代とともにこれ何回かやってるんですけど、数が増えてるんですよね。で今度あちこちで訴えてるみたいなので、高裁がどう出てくるか分かんないし、多分お互い上告しますよね、どっちが出ても。今度また最高裁の判断になると、大法廷に行くのか、5人出て3対2なのか、5対1なのか、4対1か分かりませんけど、同性婚の問題をどう考えていいのかっていうことですね、大きく言うと。で、婚姻まで行かないけど、LGBTQ の問題とか、夫婦別姓の問題とか、なんか昔あんまりなかったり当然のごとく思われてきて、ある意味少数派だったり、カミングアウトがなかったりしてたような時代に生きてきたので、だから結婚と民法は分けていいと思うんですけれど、僕は個人的にね。でも結婚というか憲法ですね、憲法と民法は分かれていいし、なんか新聞見ると結構人権論、人権論が、ばっかりで、果たしてこういう問題って人権論だけでいいのかなとか思いまして、でもう一個ね、先に言っちゃうと、この新聞、これも東京新聞なんですけど、切り抜き、前川喜平さんですね、元文部大臣の方が、人権は進化するという言い方で、もう当然そうですよね、昔は女性の参政権もなかったりする中で、どんどん戦いの中で進化していってる、これは事実 で結婚もそうなのかっていうので、あくまでもこれ人権論で話してるんですよ。で、なんか僕はその人権論だけでは、法律にしなくちゃいけないので、最後法律論に昇華されるというか表現はされるけど、その前にもっと哲学とか、なんか宗教とか、宗教というか宗教学っていうのかな、で考えるべきじゃないかなと思って、ちょっとざっくりと抽象的なんですけど、工藤さん、こういうのニュース見て個人的にどう思うのかなって。もちろんこれは答えが出ないんだけど、まずはこの特に札幌高裁の件は、ストレートに僕はまず違和感を感じたんですよ。その言い回しが、一応僕三流大学ですけど、一応法学部卒業なのでそれなりに単位は取ったんで、U ではないですね、寮でもない、カーばっかりですけれども、一応単位は取ったんで、ちょっとは勉強したわけですよ。それでね、日本国憲法っていうのは、最高法規なんですよ。だから日本国憲法を上回る法律っていうのはないはずなんですよ。でその日本国憲法に憲法違反っていう言い方っていうのは、もうこの言い方自体がちょっとなんか憲法が違反してるみたいな言い方でしょ、今回の。ただそこにすごく違和感があって、憲法は絶対的なもんで、日本国憲法があって、それ最高法規だからね。で日本国憲法を上回る法律がないって、僕の記憶ではそうなんですよ。でだから日本国憲法に照らし合わせたらこれは違反だよっていうのは分かるんだけど、日本国憲法が違反してるんじゃねえのみたいなニュアンスで記事書かれてないですか。これね、解釈を変えてると思うんですよ。婚姻の自由が、はあるから、両性の合意、だから両性の合意だから別にそれは妨げないみたいな、
だから憲法9条の時も解釈会見っていうか、解釈会見、ね、絶対出ないっていうところから、うん、いやいやそこまでは否定してないよっていうので、うん、あの自衛権は OK だよみたいな風に解釈を変えていくじゃないですか、うん、あのこれ変えたのかなと思うんですよ。そこがとにかく、うん、あの自衛隊問題にしても、うん、あの海外派兵に関してもね、うん、もう全部そこに違和感常に感じるんですよ、はい、あのほら例のね朝活の団体なんかでも、うん、僕マニュアルいじるな何も立つな何も引くなっていつも言ってるじゃない、はい、それこそ日本国憲法って何も立たないで何も引かないっていう考え方でいけないのかなと、うん、でだから、両政の合意のみよってなるってそう書かれているんだから、それをなんで解釈変えるのかなって、うん、ね、で国権の発動たる戦争行為否定してるじゃない、うんうん、それ以上でもそれ以下でもないじゃない、それをこういう解釈したらこうなるよっていうのものすごく違和感があって、うん、それどういう解釈なのかってもうへりくつにしか見えない。まあね、日本は憲法変えがたい公正憲法の国だけど、うんうんね、アメリカなんかバンバン時代に合わせて、うん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 、憲法を変えていってるじゃないですか、うん、まあでも日本にいるからまあ変えないという中で、うん、で結構変えなくても運用でできるっていうか、うん、いやだからその運用がそのどう国語力を発揮してもそうは書いていないのにそういう解釈をするっていうのが、うんうん、むちゃくちゃ違和感があって、だそう解釈できる文章ならまだいいんですよ、うん、まだいいんだけれどもそうは解釈、例えば今回のこれもまずびっくりしちゃったのが、ちょっとすいません老眼鏡見かけますね、婚姻が両性の合意で成立とは同性婚をも保障すると解されて、もうこの一文札幌高裁判決憲法24条1項の婚姻が両性の合意で成立とは同性婚をも保障すると解され意味わかんないですよ。両性の合意で成立って書いてあるんだから両性っていうのは男と女じゃないの、うん、男と女の、別に女と男順番どっちでもいいんだけれども異性同士両性ということはあの異なる性でしょ、でその異なる性両方ある性の合意で成立だから同性婚をも保障するってどういう国語力を持ったらこういうふうに読めるのかがわかんないですよね、うん、あのこれなんかこの通りだと思う法律家に聞いてみたいですよね、うん、どうしたらこうなのかなって、婚姻が両性の合意で成立って、だからこれは例えば門地とか門地って言い方今しないか、うん、出身とかね、その例えば親の反対とかそういうの関係ないっていうのが民法なんだ、うん、あの憲法なんですよ、ね、だから本人同士が結婚したいと思ったらそれを妨げるものは何もありませんよって解釈なんですよ。でだから親が反対とか、いやそら親が反対っていうのは分かるよ、だから親ともぎくしゃくするかもしれないよ、だけど本人同士が一緒になりたいって言ったら一緒になっていいよっていうのは日本国憲法第24条なんですよ、うん、これが両性の合意によってのみって書いてある、のみって言葉確かあったと思うんだよな、ちょっとうろ覚えたんですけれども、うん、でそれがなんで同性婚をも含むと解されというのがもう全然国語的に分かんない、両性だから男と女じゃないですか、うん、男と男も両性の中の一部だぞという解釈に変えたのかなと僕は思ったんです。で後ろの方のいやだからそれなら性別に関わらずって明記すればいいじゃないですか、うん、まあね、うん、だそう解釈そう読めるというふうに、うん、読めない両性っていうのは両って書いてあるのは、うん、こっちとこっち対になってるものが両なんですよ、うん、ね、だから両方って例えばね、ショートケーキとモンブランどっちが欲しい、うん、って言うと両方って言った時、うん、ショートケーキとモンブランのことでしょ、うん、ね、そういうことじゃない、両方っていうのはそういうことじゃない、両ってそういうことでしょ、それがなんで男同士女同士って解釈できるのか分かんない、でもしたわけですよね。だからこのねじ曲げ方が分かんないんですよ、うん、あのちなみにね、僕は同性婚自体を否定する気はないんですよ、うん、あの性は自由だと思うので、うん、あの本当に男性に生まれたんだけど男性が好き、ね、女性に生まれたんだけど女性が好き、そういう人 いるでしょ、うん、でそれを否定するのは僕違うと思う、うん、そうなんだよねでいいで両方いける人もいるだろうしね、うん、
だからそれを否定する気は僕全然ないし、特に戦国武将なんか見るとね、そうですよね、ね、男色といって男に色って書いてね、うん、男色っていうあの殿様たち結構いましたよね、うん、小姓を連れてくって、うん、あの織田信長についてた森蘭丸君っていうのはすごい美少年だったらしいですね、うん、まあ、あのいろんな説があるらしいけれども、信長が森蘭丸を寵愛したっていう、なんかそういう史実残ってるじゃないですか、まあ、それもいろんな説があるんでしょうけど、だから昔からあるんですよ。でそれを否定する気はない、うん、あるんだから。だけどあの憲法解釈ねじ曲げてるでしょ、どう考えたって。僕はなんかそれが結婚する必要があるのかなっていう、うん、だ例えばね、言ってる人たちの理由は病気になった時にサインできないとか、うん、財産問題で贈与、うん、贈与じゃないや、うん、相続できないとか、家借りる時にどうとか、これは僕は差別だと思ってて、うん、人権としては保障されてない、うん、だから男と男が、まあ、一緒に暮らして、まあ、今で言うなら自立婚みたいな形を男同士でも認めて、うん、そういう民法上の、保障はいっぱいしてあげるべきだと思うんですよ、うんうん、でもなんで結婚したいのかな。そうですよね。じゃあ名字一緒に名乗りたいのかなって想像すると、うん、いやだってだお男女だって名字別姓がいいっていう人もいれば、うん、一緒でもいい、じゃあ選択制別姓みたいな形になって、戸籍も一緒にしたいんでしょうね。ね、だからその戸籍を一緒にしたいんですかね、じゃないんですか。僕ちょっとね、あんまり僕は逆にそこにこだわりがなくて、いや戸籍を一緒にしたいんだろうなと思いますよね。ただあの永遠と受け継がれてきた戸籍があって、うんうん、そこに男女が夫婦になって、うん、まあその子供いるいないはその時々ありますけれども、その形がずっと永遠と日本に戸籍っていうのはできてからあるわけじゃない、うん、そこに男同士女同士っていうのがある日突然戸籍としてあるようになっちゃうでしょう、うん、それはカルチャーショックですよね。いやだから一緒に生きていきたいんだったら一緒に生きていけばいいし、ね、あの仲良くやっていけばいいじゃないですか、うん、であの財産権についても相続税と贈与税の違いはあるけれども、うん、まあどっちにしても受け継いだもんは金取られるんですよ税金、うん、で相続税の場合はあの非課税枠っていうのは使えるね、相続の控除とかにあるんだけれども、贈与の場合はまあ、今だと年間110万までかな、うん、ということだけど、それは本当に財産のある人たちだけのことであって、だって相続税だってかかんない人の方が多いでしょう日本人まあね、うん、数的にはそうですよね。そうだから配偶者とその子、配偶者が半分、その残った半分をその子供たちで分けるって言って、でそれで、相続控除できる部分があるじゃない、それ計算すると相続税1円もかかんないですって、多少預貯金あっても1円もかかんない家庭って多いじゃないですか。じゃあ同性婚する人たちはすごい財産あるんですかね、うん、多分同じぐらい、うん、だと思うんですよ。だから相続税問題っていうのもちょっと違和感あるし、うん、何なんで何かの不満があるからこういうことになるし、だからあのなんていうかな、その法律論とかなんかじゃなく人間として何か持つ違和感、うん、あの僕ね、あの抑圧されてきたものが吹き出してるんだと思う、うん、だって青年期のことか思春期のこと考えてみたら、うん、ものすごくかわいそうっていうのも失礼な言い方なんだけど、うん、あの自分は男性なのにあの女の子に恋心を持てない、男の子を好きになっちゃうっていう、うん、そういうメンタルを持って、大人になっていく青年、逆もあるよね、女の子に生まれたんだけれども男の子を好きになれない、男の子に恋心を抱けない、恋愛対象がどうしても女の子になっちゃって、私はおかしいのかしらとか思いながら育つ子がいっぱいいるわけじゃない、うん、それはあの言い出せないでしょ多くの子は、うんうん、なんかずっと自分の胸の中に閉じ込めてると思うんだよね。でそれがなんとなく社会の流れの中で市民権を得たような流れになってきちゃって、うん、カミングアウトする人が昔に比べて増えてきましたよね、うん、だからその反動、あの僕らが習ってる勉強だと発見還元の原理、はい、抑圧された分だけ解放されるというね、うん、
ね、抑圧されて抑え込まれた分だけたかが外れた瞬間ブワーッと吹き出してくるっていう、うん、だってあのいや人によってあの考え方は違うけれども一般論として裁判を起こすってなかなかなエネルギーですよ、うんうん、いやちょっと揉め事とかあってもねふざけんじゃないよとか思ってもね裁判でもしてやろうかなぐらいに思うことはあるけれども、うん、で実際じゃあ裁判するかってそんなにしない。僕だって結構ひどい目に遭わされてこれはもうどうにも落とし前つけねえと気が済まねえなっていうのをもう裁判でもするかと思ったこと今まで何度もありますよ。でも結局一度もやってないですからね僕。だからそのエネルギーがすごく大変なんですよ裁判、うん、裁判慣れしてる人はいるのかもしれないけれども。で現にあの訴検の乱用って言葉があったかな。あります、ね、あの訴検の訴っていうのは提訴する、うん、あの訴状の訴って書くんで訴えるって書くんだけどそれあの裁判を起こす権利を僕ら持ってるわけですよ、うん、でそれを乱用するっていうのは問題だよって言って、うん、何でもかんでもすぐ裁判だって言ったら世の中は乱れちゃうから訴検の乱用は、まあ、基本的には許されないっていう、うん、それもあるんだけど。じゃあ同性婚が認められないのは違憲だとか言って裁判を起こす人のエネルギーってどっから来るのかなって考えた時に、うん、僕はやっぱり青年期の抑圧って関係ないとは言えないと思う、うん、抑圧されてたのがだから発見還元の原理、うん、抑圧されてたのが吹き出してしまう。抑圧されていなかったらそんな吹き出しようもないじゃない。だからあの LGBTQ っていうのはそういう性を持ってる人がいるんだよっていうことをあの青少年の時代にそういうのもあるんだよっていうことを知識として持ってたらいいんじゃないのかなって、まあ、先ほど打ち合わせの時にねあの私申し上げてて辻さんゲラゲラ笑ってたけど私数年に一遍男性から告白されるんですよ。やっぱりおかしいですね。僕男にモテるんですよ。告白って、うん、いわゆる告るってやつですか。だから実はなかなか言いにくいんだけど僕工藤さんのこと好きなんですよとか言う私ね時々いるんですよ。でまあ私はそういう性は持っていないので、うん、ああそうなんですかってだから好きと言ってくれることに対しては、うん、まあ困惑はするけれども、うん、別に嫌ではないよね好きだって言ってくれるんだから。だからそう思ってくれてるのはありがたいと思うけれども、まあ、僕はそういう立場を持っていないので、うん、だからそれは答えられないよって言って。だからこれからも友人としてあとは仕事なんか音楽関係なんで、うん、音楽関係者ってそういうの普通にオープンにしてくるんでやっぱり表現者もちろん全員がオープンするわけじゃないけど一般社会よりはあの表現者の世界って割とカミングアウトしてる方じゃないのかな、うん、一般社会に比べればね。だからまあ言っていいカルチャーがあるのかなと思う、ね、だからジャニーズ問題だってそうですよね、うん、結局ね。でだからそうだからそれは普通にあの異性から思いを伝えられて伝えあの答えられないよっていうのとあんまり変わんないね、だからその対処の仕方だから例えば辻さんが僕がそう言ったら笑ったじゃない、うん、あれ笑っちゃいけないんだよ多分。あ、真剣な思いをそうそうそう小バカにしてるみたいな感じなんですね。だって笑っちゃうじゃない、うん、いや笑うと思うよ。でね日本でもまあ未だに僕ら60より上の 年代の連中だとおそらくかなりの確率でゲイとかねホモとか言うと小バカにする対象になるな、うん、ゲイはともかくホモっていうとなんか普通にからかう、ねね、でちょっとなんかお姉系とか、うん、ちょっとメルヘンチックな男子がいるといじっちゃうじゃないですか、うん、あれも実はそっちの方が僕問題だと思ってて、うん、そういうたちの人っているんだよねって言ってあの当たり前にいていいよっていう、うん、そういう文化を幼少期っていう青少年の時から作っとかないとね、うん、だってほら例えば中学ぐらいかな色気づくのって子供たちって、うん、小学校でも早い子マセさんいるよね。例えばバレンタインの時に、うん、まあクラスでね男の子でねあの特に中学生の男の子って基本バカなんで、ね、何個もらったって競い合うわけですよ、はいはいはい、ちなみにそれお母さん入れちゃダメだかんなとか言ってお姉ちゃんとか入れちゃダメだかんなとか言ってバカなんて戦いするじゃないですか。であの時に要はその異性を好きになるというね人を好きになるという恋愛感情を持つということを認知しだしてるからそういう会話になるわけじゃない、うん、でそれが
異性が対象じゃなくて同性も対象ということもあり得るんだよっていうこと、でそれを気持ち悪いこととか変なことって考えるんじゃなくて、そういうたちの人は一定の割合でいるんだよっていうこと、ただそこのところを幼少期に抑圧させないようにしてあげたら、こういういちいち裁判だっていうことのことなのかなって、まあ、結局愛話で、うん、そういうの全く関係なく生活できる世の中になればいい、うんうんうん、あとは風紀が乱れなければですよね。だからね、気持ちを打ち上げられて、だって例えば異性からね、異性でも同性でもいいんだけれども、まあ、とにかく気持ちを打ち明けられて恋愛感情を持ってるっていうのを打ち明けられて答えられない事情っていうのがあるじゃない、うん、でそれが例えば、自分が結婚しててでそれで異性からの気持ちを受け入れちゃった、それはそこから先不倫って言われちゃうわけで、うん、それはなかなか同義的に難しいじゃない今は、ね、だから事情があって受け入れられないっていうことがあるわけじゃない。だからそれは僕は男性には関心はないので、性の対象として見ることはできないので、だそういうのは僕は答えることできないけれども、でもよければ友人として一緒に付き合っていってほしいし、特に音楽関係だとね、うん、一緒にこれから仕事もしていきたいしっていうことで、だニュートラルな付き合いできるかいって聞いて、で難しいって言ったらそれはもう難しいねお互いねって、だそしたら距離を置くしかないし、うん、分かりましたって言って、でもねまたねその同性を好きな人ってね失恋慣れしてる感は僕は思います、うん、いや言ってるんですかね。だからいやだって僕に告る人ですよ、うん、人生で初めて告白したんですか、絶対違うでしょ。でも男性に告白っていうのは、うん、もしかしたら初めてかもしれないし、まあでも要はそういう毛のある人だっていうのは僕も知ってるので、うん、あ俺ですかみたいな感じこっちからすると、うん、だから普通に、男性で女性が好きって思い込んでね、そういう性普通の一般的に一番多い形の性を持ってる人だと思ってた人が急に男性から告られたらそれはびっくりするけど、でも僕見てて分かるので、なんかこの人それっぽいなと思ってて、その対象が今度俺かみたいな